存在する軍の一つである。2000年現在の人口は455,054万人、軍長所在地はトレドである。軍名の由来は当時の第12代オハイオ州知事ロバート・ルーカスが2期目人気中の1835年にこの軍を設立したことに由来をする。この軍の設立がミシガン準州との間にトレド戦争を引き起こすことになった。ルーカス軍は トレド都市圏の一部にあたる。アメリカ合衆国国勢調査局によると、この軍の総面積は1543平方キロメートルである。このうち882平方キロメートルが陸地、662平方キロメートルが水地域であり、総面積の42.88%が水地域である。ルーカス軍をモーミー側が横断している。 2000年現在の国勢調査で、この軍の人口は455,054人、182,847世帯、及び116,290家族が暮らしている。人口密度は516人、平方キロメートルである。223件、平方キロメートルの密度に196,259世帯の住宅が建っている。この軍の人種的な構成は、 白人77.50%、アフリカン・アメリカン19.98%、先住民0.26%、アジア1.21%、太平洋諸島系0.02%、その他の人種1.86%、及び今月、根結2.16%、人口の4.54%はヒスパニック、または、ラテン系である。 18万2748世帯のうち31.10%は18歳未満の子供と同居しており44.70%は夫婦で一緒に生活をしている14.70%は夫のいない女性が世帯主であり36.40%は独身である全世帯の30.10%は一人暮らしであり 10.50%が65歳以上である。平均世帯人数は2.44人であり、平均家族人数は3.06人である。この軍の住民は26.30%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下は9.80%、25歳以上44歳以下29.10%。 45歳以上64歳以下が21.70%、65歳以上が13.10%で、ある。中央値年齢は35歳である。女性100人あたりに対しての男性の人数比は92.60人で、ある。18歳以上の女性100人あたりに対しての男性の人数比は88.60人である。 この群の一世帯ごとの平均的な収入は38,004ドルであり、家族ごとの平均的な収入は48,190ドルである。男性39,415ドルに対して女性は26,447ドルの平均的な収入である。一人あたりの収入は25,518ドルである。人口の約10.70%及び、 家族の13.90%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の13.90%と65歳以上の8.70%は貧困線以下の生活を送っている。詳細は、オハイオ軍政府を参照ルーカス軍のコミュニティを呼び、軍区都市村軍区他のコミュニティ。ありがとうございます。